スズムシはバッタ、メコオロギカの昆虫。大型の日本産コオロギカ昆虫である。古くはマツムシと呼ばれるなど、双方に混同があった。英語ではベルクリケットという。体長は17から25ミリ。頭部は小さく、複眼のみで、単眼は耐化している。羽は幅広く、ウリの種のような形をしている。羽は2枚と思われがちだが。 ウカ直後の成虫個体は4枚あり、その後に後ろ足で講子を自ら脱落させる。ウカマもない個体は飛ぶこともあり、明かりに集まり、自動販売機の下などで鳴き声が聞かれることもある。なお、長羽型と短羽型があり、飛ぶのは長羽型のみである。飼育を重ねた販売個体は短羽型の割合が多い上、 飛翔筋の発達も悪いことが多いため飛ぶことは非常に稀である。夜行性のため触角が長くなっており、触角は白い部分が多く一部は黒い。鈴虫の声は古くから鳴く虫の王と呼ばれている。オスの羽は幅が広く脈が発達しており、太い脈の一部はヤスリのようになっていて、羽を垂直に立てて細かく泣き続ける。 日本の北海道、東北南部以南の本州、四国、九州。かつては秋田県五条目町が日本での鈴虫群生地の北限として知られ、県の天然記念物にも指定されていたが、平成の初めから鳴き声が聞こえなくなり、2020年には群生地の指定が解除された。成虫は夏に出現し、森林園、または ススキなどの多い暗い茂みの地表に生息する。自然の豊かな農村などでは、田畑の脇の草むらで大きな石やコンクリート片などをひっくり返すと多数の個体が潜んでいる姿に出会うこともある。他の地表性の種、例えばエンマコオロギなどに比べ足が比較的長く細いため穴を掘ることはなく物陰に隠れるのみである。基本的に夜行性であり、 昼間は地表の物陰に隠れ、夜に下草の間で鳴き声を上げるが、曇りの日などは昼夜を問わずよく鳴く。メスは産卵管を土中に差し込み産卵する。成虫の羽化は7月下旬頃に始まり、9月いっぱいまで鳴き声が聞かれる。10月初旬にはほぼすべての野生個体が死亡するが、飼育下ではしばしばさらに遅くまで生存する。食性は雑食性で、 野生下では草木の葉や小昆虫の死骸等を食べている。飼育は非常に容易で、キュウリやナスを主な餌としかつお節など動物質の餌を与えると、とも食いも防げる。ジャンプ力はあるが、ガラスやプラスチックは登らないため、ある程度の高さがあれば、ガラス水槽やプラケースなどで飼育できる。赤玉土などを敷いて、湿度を保っておくと死友がいれば容易に産卵する。 翌年まで湿度を保っていると5月下旬から6月上旬ぐらいに数週間かけて孵化する。地域の気温、飼育場所の温度差により、差異もあるが何回か脱皮をすると早い個体では7月下旬頃、成虫になる。鳴く虫は秋のイメージがあるが、本種含め本来は比較的暑い時期から鳴き始める。最近ホームセンター等で晩春から初夏にかけて、 売られている、成虫個体は、温度管理による化を早められたものである。蒸気の通り、キュウリやナスはもちろん、カボチャや、サツマイモに至るまで食べる。自然界においては、ススキやクズの群生地で、野生個体を多く見かけられることから、食草は、比較的幅広いと推測できる。現在では、簡単に養殖物が手に入るが、野生のものも全国に分布している。 養殖物から逃げたものも多数存在するものと考えられ遺伝子汚染が進んでいる可能性は否定できない。ただし浮かして間もない新生中個体は孔子も存在する。また、メス個体の場合も腹部の卵巣が未成熟な時期には産卵時期に比べ体重が軽い。そのため晩夏から初秋にかけて飛翔していることが確認できる。水銀糖や時には 家屋の明かりに来ることもある。このことから、近親交配を避け各地の生息域に分散している、可能性もある。虫を聞く文化は、日本や中国などで継承されてきた文化である。欧米人は、虫の鳴き声を雑音として聞くか、泣いていることすら気づかない場合が多いとされ、その要因は、人種的な違いではなく幼少期の話し言葉の、環境によるとする説がある。 医学者の角田忠信によると、人間は一般には、左脳が言語、右脳が言語以外の雑音の処理を行っているが、9歳までの時期を日本語で育つと、母音の音の物理的構造に似た人の感情を似や、自然界の様々な音を左脳で処理するようになり、日本人は例外的に虫の声をはじめ自然界の音を言葉と、同様に左脳で聞いているとする研究を発表している。また、 小泉や雲は虫を愛するのは日本人とギリシャ人のみだと述べている。ただし虫を聞く文化は中国などでも見られ、ヨーロッパなどにも虫の鳴き声を歌になぞらえた詩や歌があることから、それだけで全てを説明するのは無理で、自然環境や四季の変化がその要因になっているとも言われている。鳴き声が細かく、鈴を振るようだというので鈴虫というが、 かつてはこれを松林を渡る風と聞いたらしい。逆に松虫のチンチロリンという鳴き声を鈴の音と聞いていたようである。他の鳴く虫にも言えることだが、周波数が高すぎるために一部の録音機材では、録音できず、電話では鳴き声を伝えられない。文部省省下の虫の声では、荒れ松虫が鳴いている、チンチロチンチロチンチロリンに対して、荒れ鈴虫も泣き出した。 リン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 とあるように、標準的な聞きなしとしては、リン、リンなどである。日本古くから鳴き声を楽しむ対象とされ、平安時代から貴族階級ではカゴに入れ楽しまれていたが、江戸時代中期より虫売りの手で人工飼育が始まり、盛んに販売されている。虫売りの繁盛は昭和になっても続き、虫売りの行商は夏の風物詩となっていた。しかし、 やがて第二次世界大戦の戦災で虫の問屋が全滅。生活の安定と向上で虫売りは回復していくが、売り場はデパートやペットショップに移り、高度成長期を境にペットショップで扱われる昆虫類の主役もなく虫からカブトムシやクワガタムシへと置き換わった。日本では竹かごに入れて鳴き声を鑑賞するのが一般的である。日本には鈴虫を 自治体の虫とする日本の地方公共団体がある。ありがとうございます。